ワシントン・ナショナルズここでは1886年から1889年にかけてアメリカ合衆国ワシントン DC を本拠地としナショナルリーグに加盟していたワシントン・ナショナルズについて記述する。1884年に2つのナショナルズが解散した後、1886年に設立されナショナルリーグに加盟した。セネターズやステーツメントも呼ばれていたようである。 後にアメリカンリーグでアスレチックスを率い、アメリカ野球伝道入りしたコニー・マックが、選手時代に所属していた球団である。1年目の1886年に28勝92敗という、散々な結果に終わり、翌年投げの中心として、ボストンレッドキャップスで投げていたジム・ホイットニーを据えるが、投手力の弱さを解消できなかった。打つ方では、ポール・ハインズ、ダミー・ホイ、 ビリー・オブライエンなどが攻撃の中心で、1887年にビリー・オブライエンがリーグ最多の19本塁打を放ち、翌1888年にはダミー・ホイがリーグ最多盗塁を記録するなどの活躍をしたが、チームはなかなか勝てなかった。結局ナショナルリーグに4シーズン参加し、最下位が3度、勝率が4割を超えたことが一度もなく、 4シーズンで、延べ6人が監督を務めるなど、不安定な戦いぶりだった。1889年シーズンが終了した後、新たな野球リーグである、プレイヤーズリーグ創設の動きに合わせ、チームの主力選手が大量に石子チームは解散する。主力だった選手たちは、翌1890年に、バッファロー・バイソンズを結成して、プレイヤーズリーグでプレーした。ありがとうございます。